今日は久々にダイソー購入品紹介。あにょはせよー、長男ももかいむにだー。イエーイ。私ももかテストがね終わりまして、来週からはまあ、修学旅行じゃない、なんていうの、研修、遊びじゃねえぞっていう学校のお泊まりに行きます。まあ、本当は高校1年生に入って一番最初に行く予定だったやつが、まあ、ちょっといろいろこの状況でいろいろあってちょっとこう移行されてこれから行くって感じなんですけど、ウェーイとかそういう楽しむ感じじゃないんですけど、まあ、行ってきますということで。で、私は静岡に行くんですけど、なんか牢屋みたいな、檻みたいな閉じ込められるとかじゃなくて、普通になんか綺麗なホテルに泊まれるらしいので、ちょっとそれは楽しみだなって感じです。ちなみにそのパッキングの様子とかも動画にしようと思ってるので、お楽しみに。ということで今回は毎月やっております。ダイソー購入品紹介。で、今回ね、買った内容的にはそんなに統一感とかはないんですけど、ちょっとまあ気になってたものだったり、まあシンプルにうちが欲しかったものだったりをね、8点、まあ1000円分選んできたので紹介したいと思います。それでは、行ってみよう。ということで、まず一つ目はこちら。わー！こちら、フィルム付箋。いつも使ってるフィルム付箋が結構なくなって、できたっていうか、あとぐちゃぐちゃになってきちゃったので、ちょっと新しいのをねゲットしました。私個人的に付箋ってなると紙の付箋、書き込めるような紙の付箋っていうよりかはこのフィルムタイプの付箋が結構好きで、なんか付箋ってぶっちゃけそんな書き込むことないなっていうか、何ページから何ページとかそんぐらいかなって思って、そう、それぐらいならなんかうち別にそんな書かなくてもこう付箋でこうやっておけばいいかなみたいなタイプなので、結構このフィルムタイプが好きですね。フィルムだとさ、ちぎれないっていう。紙だと結構ちぎれちゃったりするのよ。なんかこう、入れたり出したりしてると。なので、フィルム付箋結構お気に入りですね。こちらは、お、なんか、なにこれ、おまけで入ってる。これ何？あ、え？なにこれ？これ何？え？え、ちょ、これ何？なんかこのテープみたいな？やつ一本こうついてきたんですけど、これ何？初めて見たんだけど、今まで買ってきた中で。で、これ何に使うか知ってる方はぜひ教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。でね、このタイプ結構個人的にすごい使いやすいしいいんですけど、こう筆箱の中に入れとくとこうバラ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 当たってさ、こうぐちゃぐちゃになっちゃうのよ。うちも今回同じようなの買ってぐちゃぐちゃになっちゃって、うわってなったので、これはもう筆箱の中に入れないで、ポーチとかカバンの横にこう入れときたいと思う。それが結構おすすめかも。それかなんかジップロックに入れるみたいな、ちっちゃいジップロックに入れるとかかな。でも色味がすごい好きっていうか、他にもなんか何色かあったと思うんですけど、この色味すごい好きですね。かわいい。これでいっぱい勉強しちゃいます。次、続きましてはこちら、もちまるレターセット。これめっちゃ可愛くない？これもちまるっていうなんか猫ちゃん、このもちまるっていう子なんだろうけど、この猫ちゃんのレターセット。なんかこのもちまるゾーンが結構あって、結構っていうかなんか一個ね、もちまるゾーンがあって、もちまるまみれでしたということで。ね、のえちゃんが確かこのもちまるのね、ジップロックちっちゃいなんか袋みたいなのを持ってたんですよね。なんかカバンの中身紹介した時にあった気がするんだけど、多分その子ですね。レターセットマジか。うち意外と誕生日、友達が誕生日の時とか親が誕生日の時とか手紙入れがちなので、これ結構使えるんじゃないかなって感じです。はい。めっちゃ可愛いんだけど。何これ、こんな感じで裏になんかおまけで1枚入ってんだけど、これおまけ、これ可愛いですね。こんな感じの紙と袋ですね。これめっちゃ可愛いわ。可愛いわ。友達が飼ってる猫に似てるんだけど、なんか、あとステッカーですね。これ留める用かな。めっちゃ可愛い。これ使うのなんかもったいないね。これいつも思うんだけどさ、こういうレターセット、このシールの数圧倒的足りないよね。これいつも思うんだけど。最初の方だけつけるみたいなさ。これでもこれ足りる。勘違いだったかもしれません。ごめんなさい。勘違いでした。はい。無駄に使ってたのかもしれません、私が。ということで、これを使いたいと思います。これめっちゃ可愛い。あ、ちなみに、レターセットこれ裏こんな感じね。可愛い。手がついてます。次。続きましてはこちら、またまたもちまるの紙皿。これ 5枚入りでございます。めっちゃ可愛いんだけど、可
紙皿結構うちね、我が家の友達家族とかが遊びに来たりして紙皿使いがちなんですよね。ちょっとね、これはちょっともったいないっていうか、 5枚しか入ってないからちょっとそう簡単には出せないですね。これ持ち丸だよ、これ可愛いでしょって出せないです。これ多分自分で大事に使います。めっちゃ可愛いんだけど、なんなのもう。これ考えた人は頭良すぎ。持ち丸可愛いよ。ほら見て、猫になれますか。これ持ち丸の上にこれ食べ物置くのちょっと辛いわ。はい、こちら大事に使います。可愛い持ち丸シリーズ以上です。続きましてはこれだ。水に流せるティッシュ、プリント付きミニポケット。はい、こちらポケットティッシュなんですけど、ちいかわです。まさかのちいかわがあってめちゃビビりましたね。でこれしかもこれ2種類ぐらいあったんだよね確か。セットがもしかしたらさ、前後ろ逆なのかなって思ったんだけど、ちょっと横から見た感じ違う気がしたんだよね。わかんない、気がしただけなんですけど、私2種類ぐらいあった気がしました。私基本的にティッシュはあんま持ち歩かないタイプ。あー違うわ、ティッシュは持ち歩か、ハンカチはあんま持ち歩かないんだよね。でさ、ぶっちゃけさ、ハンカチってそんなさ使わなくない？女子なんかさ、こう濡れた手とかでさ、ちょうどこう髪の毛直せんじゃん、こう頭の何アホ毛とか。だからびっちゃびちゃではこうやったらさ、びちょびちょになっちゃうけどさ、軽くパンパン、こう軽くこうパンパンしてこれぐらいでちょうどいいじゃん。だからね、ほとんどねタオル持ってる女子見たことないかも。あの真冬とかはたまに持ってる子いるかも。めっちゃ寒いじゃん。そう、私基本的に持たない派です。ティッシュは結構使う、鼻血出しやすいので。私鼻血出がちなのでティッシュは結構持ってきますね。あ、めっちゃ可愛い。わー、見えなかった、柄が可愛すぎる。4種類なんだけど、これ持てちゃうんじゃない、こんな可愛いの持ってたら。こんな感じです。裏は、まあ、ちなみに裏こんな感じね。まあ、ちょっといるかなぐらい。個人的にうちこれモモンがいるからこれが好き。まあ、ぶっちゃけにわかなんでね、普通にあの見た目が可愛いってだけです、私たちは。はい、ということでこれ使います。これならティッシュを持ち歩けそうです、常に。ありがとうございます。次届きましたはこちら。こちらオーブントースター用スチーム皿。はい、突然系統が変わったんですけど、こちらあの私結構ねパンが好きで、朝ごはん結構高確率でパン食べるんですよ。食パンね食べるんですけど、これをなんか水を入れてパンと一緒に焼くだけで、なんか蒸気によってパンの中がふんわり外がサクサクになるスチーム皿ということで、なんかバイヤーおすすめってなってました。これちなみにこちら、食器洗い機はダメ、レンジはダメ、オーブンダメ、直火もダメということで、オーブントースター用なのでオーブントースターのみとなっております。本当に美味しくなるのかしら、明日から試してみる。あ、なんかガチ陶器だ。おぉ、私ね、あのね、ずっとね、うちあの、あ、これは平気だ、これは平気なんだけど、あのプラスチックの最初のキュッキュの感じ、あれ無理なの、触り心地。キュッキュしてるの無理なんだよね。珍しくない？だからキュキュットの CM とか見るとすっごいゾワッとしちゃう、私。キュキュっていうのを想像しちゃうから。こんな感じで、ここに水を入れるんだね。本品に適量の水を入れます。水を3分の2以上入れないでください。パンと水を入れた本品をオーブントースターに入れて焼きます。使用後は本品を冷ましてから取り出してください。火傷する恐れがね。まあ普通に水入れておくだけという。なんと不思議な商品なんでしょう。まあ、蒸気の影響ということで。はい、これ試してみたいと思います。またなんかね、別にこれを動画にすることはないと思うんですけど、はい、試したいと思います。多分美味しくなるでしょう。次。続きましては、こちら。ルームソックス。これめっちゃ可愛くない？ちなみにこちら200円商品なんですけど、このルームソックス、あったか、何？吸音発熱っていうの？これ。吸音発熱かな？ルームソックスということで。なんかこれあったかいっていうか、普通、なんかね、ルームソックスも何個かあったんですけど、200円商品と普通に100円商品もあったんですけど、この200円商品はなんか吸湿発熱かな？吸湿発熱って書いてあって、なんかあったかいみたいですね。履いてみよう。ちなみに柄もいっぱいあったんですけど、ペングインにしました。めっちゃか、色味も可愛い。あー、これかかとにペンギンくんだ。めっちゃ可愛いんだけど、これかかとペンギンだ。なんかちょっと顎出てるペンギンみたいな。ちょっと顎出てません？これ。めっちゃ可愛い。こんな感じ。こういうことだね。
ブエングインにちょっと温められて、私はこれから行きたいと思います。って言っても私暑がりなので、布団にこのまま入って朝起きたら足がもう靴下どっか行っちゃってるっていうタイプです。次、続きましてはこちら、ポテトスティック季節の味わい松茸味。こちらもバイヤーおすすめ商品となっておりました。松茸の風味が広がる秋の味覚ということで、まあもう秋ですね。もう秋といえば食欲の秋、そして松茸。私あんま松茸食べたことないですよ。まあみんな多分そんな食べたことないと思うんですけど、松茸食べちゃいます。うん、いや松茸をそんな食べたことないから、松茸に似てるとかあんま分かんないけど、ちょっと食べてみますね。ちなみになんかこんな感じ、普通にポテトスティックって感じ。いただきます。うん、ポテトスティックすごい美味しい。うん、あー、ポテトスティックの最後の方に香る感じかな、これ。ほんとほんのりかも。うん、じゃあ合ってね。うん、うん、うん、食べてるうちに結構松茸風味強くなっていくかも。美味しい。でもほんとに味っていうか風味だから、あー、ほのかに香るって感じです。あ、松茸、あ、松茸通った今みたいな感じですね。あ、でもすごい美味しい。やっぱこのちっちゃいサイズで100円なので、まあ、やっぱ松茸ということでお高級な感じのお菓子となっております。でもこれすごい面白いので一回食べてみるのはいいんじゃないかなって感じです。続きましてラストはこちら、じゃーん、お薬屋さんカプセルラムネー。はい、こちらちょっとね、見てね、もうついにこれ買ってしまったんですけど、なんかこのいろんなお薬風のラムネがこうついてるっていう。めっちゃ可愛いね、これ。お医者さんごっことかできんじゃないの、これちっちゃい子とか。なんかいろいろありますよ、ほら。1コロリとか、なんか、嫌です。めんどくさい書類対応取引。ちょっとこれ面白い感じのやつですね。メンソーレソーレとか、耳が。ちょ、これ食べてみようかな。どうしよう。じゃあうち、1コロリってこれ食べてみようかな。この1コロ。これなんだろう、これ好きな人にあげたら振り向いてくるよ。1コロだよ、みたいな感じなのかな。黒がさ、紙だからさ、なんかちょっと粉薬っぽい感じがする雰囲気。これ気になるよね。ちょっともったいない気がするけど。あー、え？ほぼカプセルじゃないじゃん、これも。ほぼ、まあでも、ちょっとカプセルっぽいじゃカプセルっぽいのかな。こんな感じのラムネですね。これ多分なんかみんな多分一緒ですね。じゃあちょっと食べてみます。何味なんでしょうか。あ、これは皆さん飲み込んじゃダメですよ。ちゃんと噛んでください。ラムネなので。うん、うん、うん、うん。これ味、何味か言える、これ。オロナミン C だわ。めっちゃ美味しい。オロナミン C 味のラムネ。これ普通にこれラムネとして売ったらめっちゃ売れるよ、これ。めっちゃ美味しいよ。うん、食感も外がさ、このカリカリな感じで美味しい。でもこれ一袋に3粒しか入ってないので、ほんとこれは面白い遊びっていうか、友達にプレゼントとかだと面白いかなって感じです。こんなラムネ美味しいと思ったの初めてかも。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は毎月恒例、私ももかのダイソー購入品紹介をしました。いかがだったでしょうか。なんか個人的に今回ちょっとね、このラムネが美味しすぎちゃってちょっとびっくりでした。ぜひね、でもこれあんまね見ないので、あったらレアなのかなって感じもするんですけど、ぜひ見つけたらこれ買ってみてください。めっちゃ美味しい。ということで、ぜひ皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。ということで、また来月のダイソー購入品紹介もお楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。これちょっともう一個こう開けるのももったいない。ちょっと Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.